すごありがとうございます。まだ若いですか？今2歳2歳、この間なったばっかり。ありがとうございます。ありがとうございます。入れすぎたかな、パンパンにしてきたけど。いいちゃん重たいよ、パンパン結構、うん、この何気にすごい入るもんな。入ってきました。これ何気に重いな、これ。重い。この緑の方が重い。はい。ありがとうございます。これがふもとっぱらの匂いね。なこの辺はまたほらやっぱこういう石がいっぱいあるんで、うんうんうん、だから地面硬いよね多分。これがさっき水を汲んだトイレと炊事場、新しくなったとこやな、ね、個室が広いな、うん、綺麗。この辺土やけど全然この辺でもいいな、ね、これさどこにおってもこれ富士山すごいよ。すごいすごいな。あの建物が可愛い。そうそう、あのペンギンみたいだね。顔みたいペンギン、ペンギン顔みたいになった。ああ、詰め放題だ。みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、これはここ高砂富士が映る池。あ、そこやな、うん、そう、これあとね、抹茶ラテがあったら2分飲みたい。あ、やった、ありがとう。あとはステッカーを3枚ほど。あ、そんなに。あとは水とかカップ麺とか、あとなんかチーズケーキみたいなやつもあったけど。
が、グンっていうか、その手袋はやりにくいと思うよ、絶対運転でやったもん。これでやるやん、これやったら多少手に当たってる。だって全部細すぎる。何？細すぎる。なんか細くしたくなってしまうんですよね。そんな細くなくてもいい。そんな細いやつばっかじゃなくていい。まあ、細いやつはまあいるけど、まあいいよ別に、ある程度細くしてもいいけど。すごいやろ。すごいやろ。すごいよ。キャンパーや。初めてや、うちな、巻き割るの初めてか、初めてやな。なんだかんだ今までやってない。 OK、 もういいの？いいよ、ほんじゃあ次フェザースティックを作ろうか。はい、ちょっとうち上手じゃない？じゃ細いやつ、細くして、お、まあいいんじゃない？見てよ、あダメや、全部吸っても。パチャの音。すげえった。パチャパチャの音、どれでもいい。君に決めてよ、どうしよう。すまた。すごいな。極細のやつ選んだ、もう。もうさ、ここ折れそうやん、もう折れとるやん。ちょっとやりやすいかなと思って。すごい極細のやつや。逆にやりにくかった。もうフェザー作らんでもここでつくやろ、火が。ゆうちゃん、おしまい、ちょっと待って、出して出して、おしまい、もうおしまい、おしまい、お利口さ。出てやったらいいよ。出てやった。偉そうにいろんな角度からやるんだよとか言ってたのに。先輩もそうか、変わんないじゃないですかこれ。先輩できないよね。だよ、燃料切って。じゃあ火つけますか。はい、お願いします。おー、すごーい。Thank you.
あ、すごいいい卵。新鮮。あの人も半袖や。運転半袖やん。いやもう半袖で生きる。確かに。めちゃくちゃ暖かいの。卵とか置いといたらマジで悪くなるぐらい暖かいの。元っぱだってこんな暖かいの。寒いって言うやろ。寒いの。だって氷点下まで下がります。下がる。夜中に何度？マイナス3度ぐらいになったじゃない。夜中。いや、なってないな。マイナス1度。なったかな。1度なったかなってないかぐらいか。全然なってない。水道も凍ってなかった。俺だって T シャツとパンツだけやったからな。ズボンはかんと寝れたもん。私も言うてんの、靴下履いてたけど。靴下は履いてた。それは何？おでん。おでんおじや。おじやおでん。雑炊？おじや？おでん雑炊。おでん雑炊、うん。おでんの汁。おでん雑炊です。今日の朝はおでん。いっぱい。甘めの。甘い。うん、あ、うまいわ。朝からお肉すぐ。ご飯めっちゃうまい。